皆さんこんにちは人生百年時代生き方改革提唱者のマダムホーです私たちは100歳まで生きて多分80歳までバリバリと現役で働く世代となりますですから今からぜひ人生の再設計をやりましょう今日のテーマなんですが今またお金の基礎知識に戻っていますが今日はその15日目あなたを dv から守っててくれるものについいいお話をしたいと思います今日のお話の内容はちょっとこれはいろんな意見が分かれるものだと思うんですね。ですからあくまでも私の一個人の考え方として間違っているかもわからない価値観があなたと違うかもわからないだけど私のこれまでの観察人間 経験それからいろんな出会った人との経験を通じて私なりの結論を今日はおなあなたとシェアをしたいと思いますですから私と全く同意しなくても結構です反対意見持ってても結構ですあなたはあなたなりの考えを作ってくださいでいつも言うように私はあなたの、えー、投資アドバイザーとかああいうのではないんですけれども私はあなたに幸せのお金持ちになってほしい まあ、幸せになってほしいというのが私の心からの願いですそういった意味で今日は幸せなお金持ちになるためにあなたを DV から守ってくれるものっていうことについてお話をします実は意外と DV って多いんですね。まあ、一,一昔前では DV 家庭内暴力 っって言って言いましたけれども今はあまりこの日本語で家庭内暴力とかっていうとあまりにもおどろおどろしているのであえてこのローマ字、まあ、アルファベットに変えたりちょっとこの外来語カタカナ文字に変えたりしてニュアンスが伝わらないようにしてるんですがでも私が思うのは DV ドメスティック・バイオレンス家庭内バイオレンスでいる方っていうのは本当に 本当に気の毒だと思いますき地獄なんですねですからそういったものになった方は早くその場から逃げなきゃいけない人生を改善しなきゃいけないなぜかというとあなたは一生生そんんななな状態ででききるべき人間じゃないんですあなたはもっと別のところあなたはもっと人生輝く希望にあふれたもっと素晴らしいあなたらしい人生を歩んでほしいっていうのが 私の心からの願いなんですで、そういった意味であなたを DV から守ってくれるものまたは DV を未然に防いでくれるものは何かっていうとはっきり言いますお金なんですもうちょっと具体的に言うとあなたがどれだけ稼ぐ力を持っているかということなんですいいですかあなたがどれだけ稼ぐ力を持っているかだから私は 専業主婦反対なのはこここなんですねでこれは私が子供の時に母からずっと言われていた言葉私の母方っていうのは私が知る限り非おばあちゃんから、まあ、ビジネスオーナーおかみさんなんですね関西だからおかみさん私は母方では4代目のおかみさんなんですね。でその母が私に子供の時から言ってたのは必ず大人になったら職業 働きなさい。あなたが自分で稼ぐようにしときなさい。なぜかって言うと、あなたが稼げなかったら夫、夫は偉そうな口を聞く。っていうことを言ったんですね。で、それは私にとったら、すごく優しい父親なんですけども。やっぱり夫婦間では、子供では計り知れないことがあって、母弱く。母がちょっと、まあ、もちろん若気の至りなんですけど。母が若い時に、ちょっと風邪を引いて。 布団で寝ていると父は帰ってきたらすごく不機嫌になったり偉そうな口を言うっていうことを母は言ってました多分父もその時は20代でまだまだ若気のいたりその思いやりがない若い男性だった特に父の場合は男前でモテてて女性にチヤホヤされることに慣れていますからそういったことがあったと思うんですけど母は私に子供の時からそう言ったんですね。で今私も大人にななって周りのいろんな人 見てるんですけど、まあ、仮面夫婦って言いますかやっぱりお金持ちいるんですよね豪邸に住んでて超高級住宅地にいる。だけど実は、まあ、家庭内暴力じゃないんですけどご主人が浮気症でその遊びほうけて性病性病を奥さんがうつされたとかやっぱりあの。 皆さん家庭内暴力っていうと子供か息子か旦那さんが暴力を振るうと思うでしょう実は逆のパターン奥さんが暴力を振るう家庭もあるんですよ奥さんがもうヒステリックになって手がつげられなくなるぐらい暴れるご主人を罵るそのご主人っていうのが社会的に尊敬されている。 まあ何だろう大学教授だったり弁護士だったり医者だったりああいう感じの社会的に地位のあるご主人だけど優しいからで専業主婦の妻がそうやって家庭内暴力っていうこともあるんですねですからやっぱり皆さん今多分こうやって聞いてらっしゃる国井さんとかマリさんとか私とかはそういうものに一切ご縁がない幸せなのほほんとした一般人なんですね。 だけど一般人とか貧乏でもご主人が暴れるまたは子供が家で暴れるっていうこともあるわけなんですよだからこういうのをひっくるめて DV とまあ呼ぶんですけどそれを断ち切るまたは DV にならないためにあなたを守ってくるのははっきり言ってあなたの稼ぐ力ななんです。あなたがどれだけ稼げるかまあそのさっき言った例外としてはあなたがお医者様とか 大学教授とか弁護士とかで専業主婦の妻があなたに暴力を振るっていう時もありますけどでもこれもあなた優しすぎるわけですよね。あなたがもうちょっと冷静のであればで自分に稼ぐ力があってその専業主婦の妻があなたに怪我をさせるそういうのはちゃんと証拠写真撮ってもう弁護士雇ってそういう妻に。 慰謝料も払わなくてパーンと縁起を切るようにすすればいいわけですそれとかさっきの話で旦那さんが浮気症でいろんな性病をもらってきてそれを奥さんのあなたになるアメリカだったらこれはもうこれだけで離婚を成立するらしいんですねカリフォルニアでは。アメリカっていうのはやっっぱり合衆国州によって全く あの法律が違うんですよだけど、まあ、カリフォルニア州であればそういうのは妻婦人科の先生の、まあ、診断書とかもらってご,ご主人の浮気のせいで奥様が性病にかかったこういうのもロスでは多分これはもう離婚が成立するパターンですねだからこういうご主人が浮気であなたに性病が移ったっていうのもある意味 <coughs> D.V. として考えてもいいと思うんですよ。それぐらいやっぱりあなたは我慢する必要がない。それでまあ、ほとんどの私の知るほとあのまあ、一般論としてなぜ奥さんが我慢しているかご主人の暴言暴力に我慢しているか一つの理由っていうか大きな理由は奥さんに経済力がないからですね。今ここで離婚やっちゃうと私の子供たち 私立に行けなくなくる私の子供たちがこれから医学部に入れなくなる法学部に入れなくなる私立の名門校慶応とかに行けなくなるハーバードに行けなくなると思って我慢しているのかもしれないだけどそれはあなたがそういう暴力に耐えたりしてることを子供に見せることぐらい家庭教育で最悪のことってないと思うんです。それである 調査結果ではある研究結果ではやはりそういう暴力のある家庭で育った子どもは結局親の二の舞になるやっぱり例えばお父さんがお母さんに対して暴言を吐いたり暴力を振るうことを見て,見て育った子どもっていうのはやっぱり親と同じ DV の子ども DV をなっちゃうっていうことがあるんですねだからこういう悪の連鎖はあなたが断ち切らなきゃいけないんですよ。 そのたためににもあなななが稼ぐ力を手に入らなきゃいけないけだから私は例えばマダム法大学 OJT として普通のあまり資本金のない女性たちでも起業できるようにお金を稼げるようにそういうことを教えてきました5年間教えてきましたただ現実は甘くないですよ。普通の一般人専業シェフだったたあなた パートの OL しかしていないあなたが急に「起業やります」とか言って明日からミリオネアになることは多分ないんですねやっぱり1億円稼ぐようになると思うとまあどんなに最短でもやっぱり7年はかかると思うんですけれどもじゃあその7年間かかるとしてどっちみちあなたは夫の暴言とか暴力に体に青技とかを作って7年間暮らすんであれば7年間 耐えながら一方ではビジネスのノウハウとかを学んでとにかく子供のためにとにかく私の人生のためにもうこんな配偶者におさらばやってやりたい見下り犯突きつけてやりたい私はこんなやつと縁を切って離婚を届けをして子供と私のために輝く人生を歩みたいとあなたが覚悟を持てば同じこれから先 5年間か3年間か性病を移され続けたり暴言を吐いてモラルハラスメントを受けたりもういつも叩かれてこの,、ね、あの夏でも長袖着てめくるといっぱい青あざがあったりとかそんな人生あなたが今変えようっていう決断をして覚悟を持ってやってほしいんですね。やっぱり私がななぜこんなに、 いろんなことをやってるかというと本当に、まあ、特に日本の女性のために話をしてるんですが あなたの人生、輝くべきところに輝かななきゃいけないけんですよ。今そんなところにいちゃいけないそんなくだらないママ友と LINE やったり仲間外れになるのが怖いからってねなんか無理してくだらないランチに付きあったりくだらないコンサートに付きあったりしなくてもいいように私のように嫌なら嫌ってはっきり言える。それで、 なんか嫌なお客さんに無理してヘラコラしなくってもいいようないつもヘラヘラしなくってもいいようなそういう人生をあなたには歩んでほしいたとえあなたの配偶者あなたの夫や妻がいい人であったとしてもやっぱり貧乏っていうのはつまんないと思うんですねいやそりゃ心が豊かであればっていう方もいるけれどもやっぱり。 行行ききたたいいところに行きたい例えばあなたは我慢できてもあなたのの子供の未来どうですかあなたは貧乏が我慢できてあなたがその恋は盲目であなたがたまたま恋に落ちた配偶者アバタもエクボなんですけど恋は盲目でいいんですがあなたの子供の可能性や夢まであなたの貧乏が積む権利はないと思うんですね。やっぱりもしかしかたたらあなたの子供は あなたがトンビが鷹を生むように本当はすごい才能がある子供かもしれないそしたらそんな子供に例えばバレエが上手な子供だったらああやってね今最近バレエのああいう新人登竜門にみんな日本人が大体3人ぐらい入賞している彼ら見てください全員ヨーロッパのバレエ留学してるわけですよねそれとかその大阪直美ちゃんでも あのまあ根結ですよねハーフなんだけど彼女でもニューヨークに行ってこの有名なコーチを雇うぐらいのお金はどっかから工面してきてやってるわけですよやっぱり子供の才能を伸ばすすたためにははお金がかかるんですただでだっていいうことは難しいやっぱりそのすごくその才能に惚れ込んで、えー、谷町投資をしてくれる人がいるか親であるあなたが。 稼がななきゃいけないけんですよねあのフィギュアスケートのなんとか真央ちゃんだってやっぱりお母さんがあの、まあ、稼ぐ力がなかったらあのコスチュームをいつも手作りをしてやるぐらいの手先の器用さはいるわけですよそれでやっぱりああいうアイスウィンタースポーツの選手っていうのは夏の間あのスイスとか世界中寒いところに行って特にアルプスとかでスキーとか皆さんは年中 トレーーニングを受けけてるわけですよ素晴らしいコーチなんかただじゃないわけですよ、ね、なんからそういう意味で、まあ、今はそのドメスティック・バイオレンス家庭内暴力夫の浮気とかいうことを例にとりましたけども全てあなたの人生が輝く全てあなたがよくっても子供のためにやってほしいだからやっぱりあなたが稼ぐ力が必要なんです。 だから私の母が言ったように女は結婚しても稼ぎなさい職業仕事キャリアを持って稼ぎなさいということですよねそれで、まあ、例えば家庭内暴力とかでもあなたの収入がその例外ありますよさっきみたいに夫が医者とか教授とか弁護士で妻は 収入ゼロの専業主婦でもまあドメスティック・バイオレントっていう例外もあるんですそれも私は知ってますだけど一般論としてあなたの方が配偶者より収入が多くて稼ぐ力があったら多分モラルハラスメントパワーハラスメント家庭内暴力は多分起きないと思うんですね。なぜかといいうう夫夫婦婦でははのの力関係っていうのは 稼ぐ方の金額の多い方が強いに強いんですよ。だからうちなんかはお互い幸せな夫婦っていうのはなぜかっていうと私の 収収入入と夫ののっっっていいいうのはどっこいどっここかその時によって私の方が多かったりおあのつ夫の方が多かったりってこういう夫婦なんですねほぼ対等だから私もすごく強くガーンと出るし私なんかいちいち夫に「何々していいなんか聞かない今日もねさっきあったんですね私の友達ほんで。 なんかまあご主人が、まあ、夫婦でゴルフが好きだからカントリークラブに入っているこんなのは夫の趣味に妻が合わせてるだけですよまあ例外がそうですけど誰がねあんなゴルフ場に行って半日外回って火に焼けてそんなことやりたいと思いますまあよっぽどプロゴルファー目指すんなら別ですけど普通の中年で今更ゴルフやってシングルになってプロ 女子ゴルフアーにななるわけがないわけけがいでしょそれをねいい年してね夫の好みでくっついていって日に焼けて顔中染み作ってるわけですよそれでも嫌だって言えないのは妻に稼ぐ力がないから専業主婦やってるから夫の趣味に合わせてる。で彼女が私が所属しているロサンゼルスで一番高級なあのジム。 でそこのメンバーになろうと思うんだけど」って言うから「あいいよここのジム本当にいいから」って言ったら結局やっぱりやめたなぜ夫がもうカントリークラブメンバー入っててそこにもプールもジムもあるからそこでいいって夫が言ったここなんですよ。自分に稼ぐ力がなかったら結局夫が言ったそれで終わり夫がダメって言ったらジムにも行けない夫がダメって言うから。 日にも焼けたくないのに、夫の趣味でカントリークラブに入って、半日外ね。ゴルフして、顔にシミいっぱい作ってやってるわけですよ。まあ、それは彼女がそれを心から望むのなら、何にも言いませんけど、普通、中年以上の女性で、あえて顔にシミなんか作りたくないわけですよ。私だったら絶対嫌だし。まあ、私はこう、あの幸いにして、夫がゴルフが嫌いだから。 私が逆に行こう行こうとか昔は言ってましたけど今この年になったらもう美白命顔にそんなシミなんか絶対作りたくない注意一秒毛が一生なんですねだからわかります皆さんやりたいことをやろうと思ったらやっぱりあなたに稼ぐ力がいるんですよたとえあなたがお金持ちの奥様でも真相の妻でも最終的にはあなたに稼ぐ力があれば 例えば旦那があなたに対してなんか失礼なことを言ったそのパワハラモワハラそういうあなたに失礼なことを言ったあなたを侮辱することを言ったあなたの人格を否定するようなことを言ったあなんか雅子コ様みたいになっちゃいましたけど人格否定されるようなことを言ったとかねそれとかやっぱり今は良くっても。 分かりませんよいつか夫が若い女の子に目がくらんであなたに離婚をしろって言われるかもしれないそんな時に年老いたあなたは稼ぐ力がなかったら子供を私立の医学部とかにも入れてあげれないわけですよそしたらどうなります下手したら夫が親権を取るることもあるわけですよねだからとにかくあなたの人生を大事にするあなたの子供を大事にするためにぜひ 稼ぐ力これが今日私が言いたかったことでこれがこの5年間6年間私がずっと日本の女性たちに教えてきたことなんですね上級コースとしてだけど言いますよ1億円プレーヤーヤになりたたいと思ったら1です本当に上位1それになるためにはやっぱり毎日3時間4時間頑張って最低7年かかります。この7年を あなたが乗り越ええられるかかどどうだだけど考えてください同じ7年叩かれて青あざ作って夏でも長袖しか着れないまたは7年間いつも夫か妻か配偶者から暴言吐かれてたりパワハラ それからモラルハラスメントあなたの人格否定するようなことばっかり言われてるまたはあなたの配偶者がいつも浮気で回もう出歩いててあなたはいつも一人で家に待っている子供と待っているそしてあなたはたまに妻や夫浮気から帰ってきてあなたは整備を移されるそういうどっちみちそれが7年この先続くんであれば人生変えることを努力して7年やった方が私はいいと思うんですけどね。 そういうことです。だから昨日言った頑固うんこはダメですよ。自分の人生変えたい。自分の子供の人生変えたい。あなた次第です。あなたです。あなたの配偶者がどんだけ収入があっても一切関係ありません。あなたです。これは私の母は子供の時から私に言っていた。だから私はこうやって幸せな お金持ちなんですいいですね人生100年時代ですよちょっと今日は考えてくださいはいではそういうことでまた明日ごきげんようさよなら